はい、行きましょう。縄張りバトル箱フグ倉庫、武器はねハイドラントスピナー系のね、めっちゃ飛ぶやつ新しく追加されたみたいで使ってます。とりあえず1回は使うよね。1回使ってどういう感じかっていうのは見るよな。危ないな、チャージャーは怖いわ。上に行こう。どこから来るか。これ以上前に行くと怖いな。やばい、あめんどくせえな。みんなで一斉にこの武器使っとる間は大変だな。近づけねえな。うわ、こっちから異変も見つけ、そうだな。お、なんかいるぞ。来るか。めっちゃ攻められてんだけど。危ないぞ。うまいこと周りを取っていかんといけんね。やばい、やばいダメだな。なるほど、こういう感じか。これでもそうじゃな、周りを取っていかんといけんけ。836、そこそこ濡れるんだよな。でもな、なるほど、まあ、ちょっと負けたんでこのまま行きますか。おー、まあね、そうだね、まあ湯取りながら相手も同じ武器だったら、すげえ微妙なんだけどね。どうしよっかな。うまいこと立ち回らんといけない。まあ、発射中でもさ、しゃがめば途中でやめて、すぐ動けるな、動けるけ。まあ、その辺うまいこと使っていくしかないかな。感じに距離を取って、ああでも一発で結構濡れるね。危ない、よいしょ、おっと、
援護しようか。インクの消費量は確かに激しい。やばい、この辺怖い。あ、かかれんかった。うわ、危ねえ。やばい、やべえ。そう。やべえな、なんか一気に来たな。一気に来たぞ、なんか。よいしょ。よいしょ。この辺手前から塗って、よいしょ。怖いな、危ねえ。うわ、危ねえ。うわー、やっちまった。仲間のところに飛んで、あと20秒だろ。お、危な、バレとるバレとった、やばい。あー、あ、せめてスプラッシュボムでも投げればよかったな。あー、終わる。あー、なるほど。これは、使いどころによっては面白いかもね。ネギトロ炭鉱の、一段上のところとかさ、結構使いやすい場面はありそうな気がする。金目鯛美術館も良さそうだけどね。つか、相性は、後ろからね、結構高いところがあるけど、そこを登って、打つと良さそうな気がする。ハコフグも相性悪くないはずだけど、まあ、みんなで使ったらおかしな話になるよね。誰も攻めれないみたいな感じになっちゃうんで、まあ、いい感じに、バランスだろうね。レギュラーじゃなくて、ガチマッチの方で結構使える場面が、なんかありそうな気はするね。このチャージの時間にどれだけ慣れることができるかよね。逆算してからね。逆算して考えれんといけんよな。ちょっとざっくり塗ってから行こう。一発分がさ、どれくらい、敵を倒せる一発分がどれくらいなんかをさ、なんとなくわかるようになれれば、なればね、フルに全部貯めてから撃たんでもいいわけで、別に。ここからじゃあまりにも後ろすぎるよな。うまいこと立ち回ることができれば、ちょっと危ない。インクがない。あ、落ちた、落ちたし、やばい。
やばい。やばい。やばい。あ、危ねえ。危ねえ。危ねえ。逃げろ。あ、危ねえ。危ない、危ない。あー、よいしょ。やばい。あー、やばい、バレバレだ。でも周りやつを何、危ない危ない危ない、周りやつをうまいことガードに使えば、さあ来るか、ヌードめっちゃお、あ、おお、なんとか勝った。後ろから援護するのも面白いよね。うん。よしよし。まあ、1000ポイントはいけるんじゃろうな。うん。よし、終わりましょう。ありがとうございます。